もうエアコンないと暮らせない体になってた。困りんちょですね。そう、電気代も上がったから多分今年やばい。今年破滅する。多分さ、今年破滅すると思うわ、夏の暑さで。ひー、やだな電気代。電気代払いたくないね。全然払いたくないっすね。こんばんは。去年とか全然エアコン使ってなかったのにな。困り申した。よいしょ。こんばんは。この間当選したバラ、中野小町、もうすぐで開花する。え、すごい、そんな早いんだ。すごい。最近聞いた見たよ。ありがとう AKB48。 最近聞いたよね。ぜひ見てください。今 TVer で配信中です。こんばんは。プレゼントに電気代送れないもんね。確かに。お話し会来てください。ぜひお話し会来てください。こんばんは。今年は猛暑なんですか。嫌だな。すごい髪の跳ねてるの。こんばんは。でも改めて聞くと、ああここもっとこうやって読めばよかったなみたいな反省点が浮かんできますな。撮ってる時もちょっと思ってたんだけど、うわここの言い方ちょっと違うかったなみたいなあったけど、まあでもね、プロデューサーさんとかがさ OK 出したらまあいいのかみたいな感じで、まああんまりね何回も自分の都合で撮り直してもらうのもあれだったんですけど。ゆっちさんギフトありがとう。どうやったら見れるんですか。 TVer で14日ぐらいまで無料で見れます。みんな今すぐ TVer をダウンロードだ。こんばんは。そう、そして本日6月7日はFM 長野さんで公開収録のあの様子が放送されましたので、皆さんラジコはちょっと有料なんですけど、ぜひお聞きください。ナレーションうまかった。声のお仕事とかやってほしさ。でもやっぱ声のお仕事は声優さんっていうプロフェッショナルがいるわけですよ。だからその AKB の中ではその褒めてもらえるけれども、そうプロフェッショナルがいるから、うん、なかなか難しいところですよね。ケンケンさんタコありがとう。トメさん、アジサイありがとう。ちょっとお水汲んでくるね。ウォーターサーバーもなんかちょっと部屋の中で移動させたいな。よいしょ。こんばんは。
来週末お話し会らしい。月日早い。17、18だよね。早っ。10日後ぐらい。あっちゅう前やな。さやは明日落語の稽古。明日明後日稽古だ。しあさってが公演か。こんばんは。今日はお休みだったから一人で外歩きながらブツブツ落語ずっと言ってた。そう、今日でもさ、家からさ昼間は出てないから、日が落ちてきてちょっと涼しくなってから外出たからあんまり暑さは感じてないけど、でも部屋の中が暑かったからきっと外も暑かったいんかなって感じ。そんな感じ。唇に色ないな。こんばんは。またさ今日夜変な時間に寝ちゃった。6時半から8時半ぐらいまで寝てた。やばいよね。なんでなんでさ、こんな毎日なんでこんな眠いんだろう最近、不思議。マッツさん、くまちゃん、ありがとう。なんかさ本当に不思議だって、今日さ昼の11時に起きたんだよ。もうなんか最近そういう感じ。2時ぐらいに寝て11時とかに起きて夜なんか変な時間に寝ちゃうみたいな。今までだったらさその6時とかに起きて、あ、寝ちゃ、夕方の18時とかから寝ちゃって1時間2時間寝ちゃったって言ったらさ、なんか朝方まで寝つけないみたいな、やば変な時間寝ちゃったから寝れないよみたいなことが多かったんだけど、最近は別に布団に入ったらマジ30分もかからずに入眠してるから、マジで1日の稼働時間があまりにも少ない。そう、明日は早起きしたいな。でもまだお風呂入ってないから絶対寝るの遅くなるわ。あかん、あかんな。今日お兄ちゃんに靴の抽選頼ましたけど朝9時に起きれなくて、ごめんって LINE しといた。ごめんそうって、ごめんそうって。めっちゃ久しぶりに頼まれたのにちょっと起きれへんかった。9時は無理だったな。仕事の日だったらね起きるんよ。休みの日の朝9時は早いよ。こんばんは。でも明日は落語の稽古いつもより1時間半ぐらい早いからマジで早く起きないとな。普通に時間ない。あと最近さ、あ、さっきの暑さに弱くなった話の第2弾なんですけど、なんか私夏でもめっちゃ湯船に浸かるぐらい結構お風呂大好き大好き人間なんですけど、最近なんか湯船にあんま浸かってられなくなっちゃって、暑いなーもういいやーってなっちゃうの。昔は平気1時間とか入ってたのに、なんかそれもあって、うわなんか暑さに弱くなっちゃったなーみたいな。最近だからお湯の量を、ためるお湯の量を減らして
温度はまだ下げてないんだけど、これ以上下げたら逆にね、なんかね冷えそうなの。だから量を減らして、もう本当に半身浴みたいな感じにしてんだよね。それでも浸かりたい人嫌になっちゃうけど、でも浸かりたい気持ちはあんのよ。そうだからなんかどうにかならんかなみたいな。確かに水シャワーを浴びて抗体浴みたいなやつをすればいいのか。一旦冷やしてあげるっていう手ね。確かに今日はそれやろう。この後お風呂入るので暑いってなったら水シャワー浴びます。お湯の温度42度。そう、42度で入れてるけど、うちのお風呂蓋がないから溜まる頃にはなんか冷めてるちょっと。だから蓋ありで41度くらいで入れたくらいの温度になってるね。うち蓋買ってない。蓋ってカビるからさ、買ってないんだよね。そう、邪魔だから。本当は蓋あった方が便利ではあるんだけど、まあうち一人だからさ、別に入ったらすぐもうなんか頭洗ってる時に湯船抜いちゃったりするからさ、蓋の必要性があんまない。なんか家族で住んでた、あの長野に住んでた時は蓋がなかったらもう信じられないスピードで湯が冷めちゃうから必要だったけど、一人だったらマジいらんよね。だって湯船溜めたらもうすぐ入るしさ、もう入ってる最中に湯船抜いちゃうからさ、いらないなーみたいな。なんかこの家に別に標準装備されてなかったんで特に買いませんでした。こんばんは。こんばんは。そう、蓋はねカビが生えちゃうから。でさ、なんかちょっとほんのちょっと潔癖みたいなやつあるからさ、追い炊きが好きじゃないんだよね。絶対毎日お湯捨てて湯船の洗ってまた次の日貯めてみたいな。そう、じゃないとね嫌なんだよ。そう、だからさやの引っ越しに追い焚き機能はいらないです。追い炊きもさ、その日中だったら別にいいの。だから何人かで住んでて、家族で住んでて、2人目の人、3人目の人が入るときにお湯が冷めちゃったから追い炊きとかはいいと思うんだけど、そう、そういえば2日にあたって入るみたいなことが絶対にないからいらないね。こんばんは。なんか残り湯は洗濯に使うのあんま良くないって聞いたから。あとうちトイレ、違う、洗濯機と風呂が遠いの、家の中で。だから物理的に使えないんだけど、あんま使うの良くないらしい。やっぱその雑菌グアみたいな。そう、入浴剤はめったに入れないんですね。なんか一人しか入んないのに入浴剤入れるのもったいなって思ってしまうまあたまに、わ今日疲れたなみたいな時に、まあ、人からねもらったり するから、そのメンバーとかがね入浴剤もらう率最近はないですけど、昔めっちゃ多くて、それをなんかずっとなぜか取ってあるから、それをなんかうわ今日疲れたみたいな日に入れたりします。自分で買うのはなんかすごい汗いっぱいかくよみたいなやつはたまに自分で買ってきて、
明日は絶対にむくみたくないなって日の前日とかになんかめっちゃ汗かく、なんか唐辛子エキス配合みたいな乳液剤とかたまに入るけど、マジでめった月1入浴剤入れたら多いぐらい。全然入れないですね。普通のお風呂が好き。たまに入れるとテンション上がるけどね。そう、多分ね、私の高橋家がそもそも別にそんなに入浴剤入れる家じゃなかったんですよ。だからその習慣ついてないんだと思う。うちが毎回毎回入浴剤を入れるお家だったらさやもなんか入浴剤入れるもんだなと思ってたと思うけど、そういう家じゃなかったっていうのは多分でかい。うん、本当にさ、たまにねショールームでこの話するんだけど、私幼少期に実家でやってたことってめちゃくちゃその後の人生に影響するよね。やっぱ習慣ってでかいなって思う。なんか今日顔の調子良くない？急に急にね。手がちっちゃいな。いっぱい寝たからだな多分。こんばんは。いっぱい出たのにいっぱいあくび出るわ、おかしいな。いや、そんな感じですかね。最近湯船に浸かるのがちょっと苦になってきたので、なんか湯量を調整したりして、鼻なんかあくびしたら鼻赤くなっちゃった。なんかちょうどいい塩梅を探しちょります。今日は水シャワーを試してみたいと思います。でなんかその抗体浴みたいなのは体にいいって言いますよね。冷たいのとあったかいのこう交互にみたいな、いいって言うのでちょっと試してみます。こんばんは。いやーでもやっぱさ、今落語に結構追い詰められてるんだけど、追い詰められるとなんか一日中ずっとそわそわする。そわ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 って、よいしょ。最近雰囲気まで変わった気がする。なんでだろう。考えてみよう。ちょっとみんなで考えてみよう。さやがじゃあどういう感じで雰囲気変わったかみんな教えてほしい。でその原因を探っていこう。なんか最近変わったことさやの中で、なんだろう。なんかいっぱい寝てることと、なんか異常に寝れる。うん、あとめっちゃ社交的になった。人と遊びに行くことが増えた。そう、あ、痩せた？確かに。確かに。髪が伸びた。髪伸びて痩せたのがさ、印象変わったのはさ、大きいんじゃないか、でも。そう。でもマジで社交的になったの。すごいよ。すごいことだよこれは。なんかね、人と遊びに行くとかね、ご飯に行くことがね増えた。なんかね、うん、そうですね。それね結構でかいっすね。一昨日のチームコン配信でもチーム A 内の相関で結構サリンの名前出てきて、え、マジやばい、
あの配信さ、ちょっとちゃんと見てないんだよね。よいしょ、ちょっとお風呂で見るわ。なんか途中までしか見てないんだよね、あれね。それ昨日何してたっけ。シール帳の話してた。あ、待って、シール帳さ昨日忘れてったの。もうカバンに入れとこうと思ってて入れてないわ。10日の公演にはエリーちゃんに怒られた。あ、また忘れたって言った。え、また忘れたのって怒られたから、絶対に次は持っていくからって言って。ちょっとさやのシール帳一回見てほしい。めちゃくちゃ育ってました。はい、筆箱ひっくり返、筆箱じゃない、ペン立てひっくり返しました。もうひっくり返らないでよ、勝手に。仲良くなろうキャンペーンの成果は超出てる。よいしょ、めっちゃ出てるよ。はい、片付いた。ほら、シール帳が育った。あんなペラペラだったシール帳が、シールがね剥がれようとしてくんだよ、こんだけ膨らむと。だってもうさ、見てほしい、膨らんでるところ貼れないから、ここ開けてんの。こうやって膨らんじゃって剥がれようとしてくるから、すごくない？全ページかわいいのよ。かわちい。わーい、結構ファンの人がいっぱいシールを送ってくれて、めっちゃ埋まりました。これ持ってくぜ。よいしょ、嬉しい、相関図に出てきたんだ、嬉しいね。そんな感じで、なんか誘われてさ、あんまりね誘われて断らない人なんですよ。本当にスケジュールがどうしても無理だったら断るけど、そういう場合じゃない場合はマジで結構ふっかるなんですよ。今から来れるで行けるよっていうタイプだから。でもこれまでやっぱこう閉ざしていたので、結構誘われることがなかったんですよ、これまでは。最近ね、なんかめっちゃ誘ってもらえることが増えて、そう、誘われたらもうほぼ100で行く人だから、めっちゃ人と遊びに行くことが増えました。しかも8メンバーだけじゃないんだよな。この前ね、サホさんがね誘ってくれてね、謎解きに一緒に行ってきたんですよ。そう、大好き謎解きって感じなんだけど、そう、サホさんとオンさんとまなみさん、そう、鬼後輩ムーブで楽しんできました。後輩ムーブ得意やから、むしろ後輩ムーブしかできひんから、逆に居心地よかった。まだ一番後輩っていう立場が一番好きなんだから、尻尾フリフリワンチャンムーブがさ得意なもんでいい。逆になんか先輩っぽく振る舞うのが苦手。なんか先輩っぽく振る舞うのが苦手なのは理由があって、なんかそのもっと私が
先輩っぽい能力があれば先輩前とできると思うんだけど、なんか後輩から憧れられたりとか尊敬されるタイプの人間じゃないなって思ってるから、どう振る舞ったらいいかわからないんだよね。なんかもっと私が例えばなんだろうな、もっとすごい人気があってめっちゃ選抜でみたいなのだったら逆に先輩っぽく振る舞えたと思う。そう、ついてこいみたいな。そうだけど、ちょっと先輩として見るにはちょっとその実績がなんか尊敬されるような人間ではあまりにもなさすぎて、なんか難しいですね。そう、なんかあまりにも自分より活躍してる後輩が多すぎて、そうちょっと難しいですね。こんばんは。こんばんは。そうだからさえは後輩ムーブの方が得意です。そう、でも最近だからそれこそ、まあ、まあここ2年3年ぐらいで8の先輩実質ちゃんと本当はん日本語現実的に先輩なんだけど、まあ、エイトはなんかあんま先輩っぽくなんていうの、接しないでっていう感じのアットホーム空間なのであれなんですけど、そうエイトの先輩と遊びに行くたりとか仲良くするできるようになって、最近はもうねさらに飛び越えていろんな8以外のメンバーとも先輩メンバーとも仲良ぴになりました。先輩に萎縮せずに話しかけられるようになったことがマジでかい。そうめちゃでかいです。グッド、今日も可愛い、ありがとう。めっちゃもうめっちゃすっぴんやし、起きたまんまの髪の毛で一日過ごしたまんまの形やけどね陽キャ化計画してたのが懐かしいね。いやでもやっぱさ成功してるっていうのが偉いと思わない？成功してるっていうのがでかくない？エイトのサイレンよりも後に入ってメンバー後輩というより同期感強い。なんか私のことをさん付けとか敬語で喋ってくれるメンバーは後輩かなって思うけど、でも別に超全然後輩ともあんま思ってないなやっぱエイトがそもそもさあんまり先輩後輩作らないようにしようよっていう空気感だったから、実際もなんか後輩だなと思うことがあんまないな。そう可愛いなって感じ。そうレミタンとかヒューガちゃんとかソラノンとかサイリンさんって呼んでる気がする。だからレイちゃんももう最後までサイリンさんだったな。別にいいよってずっと言ってたんだけどチャマ後輩感なかったな。同期ぐらいの気持ちだったな。チャマ結構
多分空いてるんですけど、加入期間的には。でも全然怖いと思わなかった。こんばんは。陽キャのイメージあります。なんか一人だとめっちゃ陽キャのテンションなの。昔からショールームはこの感じのテンションやったから。そうだから陽キャじゃないことをみんなに嘘でしょってずっと言われてたんだけど、そう実は陰キャ。陰キャでもないんだよ別に。陽キャじゃないってだけ。陰キャでも別になかったけど、陰キャ分からんな、陰キャと陽キャの差が。でも学校では陽キャだった気がする学校は陽キャだった気がするな。最陽キャじゃないんですけど、わかる？うちの学校別にカーストとかなかったからあれだけど、もしカーストがあったら1軍とかに入る陽キャではなかったけど、まあ、2軍ぐらいにはいる陽キャ。わかるか？このニュアンスが。最陽キャではなかったけど、まあ、陽キャではあったみたいな。中学の時はね。高校の時は陰キャでしたけど、いかに影に潜めるかみたいな戦い勝手にしてたからな高校は。そう、うちのね学校、中学も高校もなんかヒエラルキーマジでなかったな。なんか別にね、みんな仲良かったうちの学校おもろ、中学おもろくてさ、クラス30人学級だったの。まあ30か31か32ぐらいのクラスだったんだけど、そのうちのまあほんと 10人強ぐらいがラブライブ好きだったのマジで。みんなスクフェスっていうラブライブのゲームやってて、マジで中学の時その話で持ちきりやったな。そう、で今回のイベント何位だったみたいなラブライブってね、そのスマホでできる音ゲーなんですよ。でそのいっぱいゲームをしたら、そのイベント中にいっぱいその音ゲーやったらランキングが上がるんですね。そうで結構みんなガチ勢だったから、今回何千位だったよみたいな。何千位って結構上なんですよ割合で言ったら。ユーザーが多かったんで、そうなんです。そんな感じでね。まああと YouTube が流行ってたんで、 YouTube で YouTuber が考案したゲームとかを休み時間に、昼休みとかにやってました。何や、中学の思い出ね、なんかあるかな。中学の思い出ないな。イヤホンガンガンゲームとかはさ学校でできないじゃん。中学で携帯なんて持っていけないんだから。 YouTuber 考案ゲームで飲んでた年のさ、めっちゃおもろいそれ大丈夫、年の差なんて関係ないよ。こんばんは。なんだろうあれ、あのゲームなんだ、多分ほうれん草ゲームの亜種みたいなやつ
だったと思う。そう、今日その久しぶりに動画を見、その動画が見たいなと思って久しぶりに見たら8年前に投稿されてて、うわ8年前と思って、えぐかったわ。8年前に上がってた動画、いや遊んでたんやと思って、年取ったなって思いましたね。私のあれで年取ったって言うとみんなが怒るからあんま言わんとこ。そう、なんか髪の毛いじりすぎてボサボサになってきちゃった。前髪さ宿毛かけたからめっちゃまっすぐなの、おもろくない？こんばんは。そう、まあ、YouTuber が考案したっていうか、あの東海オンエアさんが考案したやつだったんですけど、おもろ。こんばんは。あとはね、中学の時、私勉強頑張ってたからな、中学までは。中学までは勉強頑張ってたから勉強してたな。授業とかちゃんと受けてたもんな。えら、今もう受けれんて、授業50分授業とかもう受けれないよ。高校はねあんま勉強頑張ってないんですよ、正直。正直ね、正直あんま頑張れなかったんですよ。クラスで真ん中よりちょい上ぐらいだったんで、高校はあんま頑張れてないんですよ。中学はマジ学年で一桁いみたいなぐらいちゃんと頑張ってたの。えらっ、えらーい。こんばんは。何の教科が得意だった？中学はね、数学と国語と、数学と国語かな。社会苦手だったしな。理、中学の理科のテストの記憶があまりにもない。いやでも別にそんなだった気がする。数学国語かな。あ、英語はマジでできないから。でもマジ何点取ってたか全然覚えてない、中国の時。あ、でもさ、社会で100点取ったことあるな。得意だったのかも。得意だった可能性あるな。唯一100点取ったの社会かもしれんな。その他は100点取れなかったもんな。音楽はねダメだったね。音楽のテスト範囲を覚えようという気があまりにもなかった。だって難しいんだもん、作曲家の名前とか。なんか音楽の歴史って難しくない？なんかなんとかっていう曲名はどういう意味かとかなんか出たような気がするけど、副教科めっちゃ弱かった私。副教科基本的にあまりにもダメだったな。副教科が足引っ張るから5教科で頑張んないと成績表がダメだったもん。なんかその高校受験の時にその成績の内申点って言われるさ、5段階評価のやつあるじゃないですか。あれがなんか何以上じゃないとそもそもなんか、まあ、足切りみたいな感じだったんだけど副教科が絶対に5を取れないから、
もう5教科でなんとか頑張るしかないみたいな、そんな感じだったんですよね。体育が絶対3だからさ、もう体育がどうやったって運動神経悪い子は3にしかならんからさ。え、それまず体育の成績のつけ方なんかもうちょっとなんかその運動があまりにもできない人にちょっと優しくしてほしいなって思う。もうちょっと優しくしてほしいなって思うな。授業態度良かったら4ぐらいはつけてほしいなって、未だに思ってる。運動本当にできないんだ、さや。運動が本当にできなくて苦しんでた。体育の成績のつけ方ってさ、そのさ運動ができない人は普通にやったら多分2なんですよ。ですごく積極的にやったら3なので、できない子が多分、まあ、1はあんま多分つけないから、まあ、普通とかちょっとやる気なかったら2なので、そうやる気もりもりでやったら3なので、運動できる子が普通にやったら4なので、めっちゃもりもりやったら5なの。勝てん勝てん勝てん。そう、運動能力とダンス能力は違いますね。だってさ、あんなダンスが上手かった横山由依ちゃんがさ、運動できないらしいよ。さえはあんまり信じてないんだけど、そう、あんなにダンスバキバキなのに運動できないらしい。全然違いますね。厳しかったな運動ね。さ、その本当に全部できないの。卓球以外できないので、中学の時ダンスのちょうどさやたちの代の時にダンスが必修になったんだけど、 AKB 入るまでダンスできなかったの。 AKB 入ってからも2年3年ぐらいダンスできなかったんだけど、できなかったのね。だからダンスの探検の時もちょっとできなくて、私何ができたんだろう。だって足遅いでしょ。でサッカーできないでしょ。野球、まあ、ソフトボールもできないでしょ。あと中学の時やってた体育なんやあと何やってる中学って。バレーできないでしょ。バスケできないでしょ。テニスなかった。中学、卓球だけできて、あとなんや、バドミントンは人並みぐらい。あー、飛び箱は開脚跳びだけすごくできる。あー、マット運動なんて本当にダメだって。マット運動が一番ダメだったよ、なんなら。そう、あ、水泳も別に速くないんですよ。 4A 法全部できるけど、スピードが遅いの。だからまあ、だから成績は悪かったよね。鉄棒は中学で鉄棒なんてなかったよ。小学校までだね、鉄棒。こんばんは。卓球はさ、私さ、小学校2年生からさ習ってたからさできたのよ。そう、水泳もあった。中学までやってた。高校はなかったから。そんな感じでね、うん、できるやつが卓球しかないな。
おかしいですね。あと剣道あったわ、中学の時。剣道あれ、うまいのか下手なのか分かんなかったな、別に。コテ。なんかさ、うち剣道あったんだよね。あいつ普通にさ、あの公立の中学だから普通に屋外プールだよ。私立中学だけじゃない、屋内プールがある学生に優しいプールなんて。プール嫌だったな、寒いんだもん。だから私たちのね代はね、男女一緒だった、全部授業。うん、そういうね区別なかった、全ての授業一緒やった。そう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 、どの教科も。なんか長野県って夏、まあその気温は上がるんですけど、やっぱ都会とかその南の方ほど暑くならないんで、あのプール寒いんですよね、本当に寒くて。本当に寒くて、あの唇が真っ青になるんですよね。そう、めちゃくちゃ寒かったね。なんかその基準があるの、水温が何度以下だったら今日プールやりませんみたいな。その基準がめっちゃ低くて、いやいや寒いですけどみたいな。いやめちゃくちゃ寒いですけどみたいな。多分ね、長野県ってその夜寒くなるんですよ。そうだから、そのちょっとぐらいこう今日天気が良くても、その夜めっちゃ冷やされてるからめっちゃ冷たいの。だから多分基準のほんとギリ上みたいな水温しかないの、いつもめっちゃ寒くて。めっちゃ寒かった、懐かしい。寒かったなあれ。しかもさ、プールの後の授業って信じられないぐらい眠いんですよ。そう、プールの後の授業が普通にあの座学だった時、マジでもう目をこすりながら、あー自分頑張って起きてくれって言って受けてたな。めっちゃ眠かった覚えある。もうプールの後の授業はもう起きてることに必死すぎて頭何も入らんみたいな、かろうじて起きてはいるけどみたいな。起きてはいるけどあまりにも眠すぎて何にも入ってこない、どうしようみたいな。とりあえずもうノートだけ写して家帰ってから、どんな授業やったっけな。みたいな。そんな感じでしたね。いやープール嫌だったな。そう、中学までは真面目だったの私。ちゃんと授業もうゴリゴリ受けて、まあテスト勉強は前日とかにやってましたけど。中学の時さ、マジでテスト勉強1日前とかにやって学年で一桁台取ってたの、結構偉くない？あの時が私の人生のピークだった可能性あるもんな。だからさ、コツコツやってたら絶対1位取れてたと思うんだよね。でもさ、コツコツできないからさ、無理やったな。いつも一番単位いい子には絶対に勝てなかったな。コツコツ無理なんですよね。でも自分が、あ、自分って天才じゃないと思ったのが、そう、高校受験がさ、なんかちょっと早く終わって、私早くもう行くとこ決まって、でもさ 3年生っていっぱいテストあるじゃないですか。いっぱいテストあったの、なんかその受験に向けてみたいな。それで毎回こう順位が出るじゃないですか。でその勉強してて、受験まではテスト頑張ってたの。でも受験終わってからもう受かったやんと思って、でちょっと勉強手抜いたの、もういっかみたいな。したらみるみる順位が下がっていって、ああ私ちゃんと勉強しないと点取れない人だと思って、
そうだよねってなりました。そう、卒業の一番直前のテストだけはなんとなく悔しいから頑張ったような気がするけど、3学期の中盤ぐらいのテストめっちゃ手抜いたらめっちゃ順位落ちた。そう、全然15位とか17位とかなって、あーあーああみたいな。そうですよねーって、そりゃそうと思ってさ、そこで自分って天才じゃなかったんだって思いましたね。で、案の定高校に行ってからもね、コツコツはちょっとできないんで、まあ、でも高校はでもね3日か2日前ぐらいに勉強始めるようになったんだよ。それでも、前日じゃ無理だと思って、高校の難易度範囲で前日は無理やってなって、そう、2、3日前に始めるようになったんだけど、それでも2、3日前やったな。やっぱさ、一番頭いいぐらいのさ子はさ、マジでさテスト2週間ぐらい前からコツコツやってんの。え、マジですごーと思って、私なんか尊敬しちゃった、その子のこと。あ、もうすごいと思って私本当にすごいと思った。無理やったもん。そう、やっぱ努力できるかできないかって結構ね才能あると思うんだよね。私はその説ずっと推してるんだけど、努力ができるかってか、なんかコツコツ努力をするか直前にガッて努力するかの、これはマジで才能だと思う。さやはね、コツコツが本当にね、人生で一度もコツコツね努力したことなんてない一回もない。21年間今10代だと思ったから10って言っちゃった。21年間生きてきて一回もないね。さて、ランキング読んで終わりにしますかコツコツ努力できたことをないことをこんな声高々に言うことじゃないんですよ。13位ひでまるさん、ありがとうございます。12位ひらりんさん、ありがとうございます。11位スノーさん、ありがとうございます。11位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位バイクゾーさん、ありがとうございます。8位ヤスさん、ありがとうございます。7位マサッピさん、ありがとうございます。6位タッキーさん、ありがとうございます。5位マットさん、ありがとうございます。4位モタさん、ありがとうございます。3位ケンケンさん、ありがとうございます。2位ヤッチさん、ありがとうございます。そして1位乙女さん、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、そんな感じで、そういう人生です。私は、みんなはコツコツ努力できる人はその才能を大事にしてください。さあ、今日も遅い時間でしたが、皆さんお付き合いありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバーイ。